横光克彦、横光克彦、横光克彦、1943年11月4日体は、日本の俳優、政治家、立憲民主党所属の衆議院、議員、7期、立憲民主党第二士会長、立憲民主党を置いた県連代表、衆議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、本名、武藤克彦、旧生命及び、旧芸名、 横光克彦。社会民主党副党首、同党国会対策委員長、環境副大臣を歴任。後に、社民党を離党し、民主党に入党した。当時日本史政下だった台湾に生まれ、後に、父の故郷大分県宇佐市に移住する。大分県立中津北高等学校、北九州大学、現、北九州市立大学外国語学部卒業。 大学卒業後、1967年に文学座研究所第8期生となり、1968年に劇団聖杯に入団。劇団聖杯入団後は、中学生日記、NHK の教師役、NHK 連続テレビ小説、北の家族のレギュラー出演や、顔愛の劇場、忍ぶ川 TBS で、 上村京子の相手役を演じるなど、テレビドラマ中心に活動する。北の家族のヒロイン、静ズの兄、和夫のオーディションでは、清水翔吾と最終選考まで残り、和夫役には清水が選ばれるが、真珠洋食に情熱を傾ける青年、トールの役で出演するとになった。1978年、テレビ朝日で放送された刑事ドラマ、 特捜最前線の第40話にゲスト出演。この時期、生命判断の知識がある友人から解明を勧められ、横光克彦に解明。その後、藤岡博が特捜最前線を一時降板することになり、第52話より、紅林刑事役で1987年の番組終了まで9年間レギュラー出演する。俳優としては、 グループ71を経て、アクターズプロに所属していた。1993年、衆議院議員総選挙の当選を機に、政治家としての活動に専念するため芸能界を一時引退する。2014年放送のテレビドラマ、3億円事件、テレビ朝日から俳優業を再開。活動再開当初は、オフィス山に所属し、2014年11月に、 劇団青年座関連の青年座映画放送に移籍。東日本大震災後の野田内閣で環境副大臣を務めていたが、震災をモデルの一つとした2016年の映画、シン・ゴジラでは環境大臣役を演じている。また、同年の映画、仮面ライダー1号では総理大臣役を演じている。なお、テレビ番組、クイズタイムショックに俳優時代に出場。 トップ賞を獲得したものの、その後社民党議員として出場したタイムショック21では、成績が振るわず、トルネードスピンを受けた。実定が、大分県の労働組合役員であった関係で、選挙での応援演説などを行った後、1993年の第40回総選挙において、安倍槙尾の後継候補として日本社会党の推薦を受け旧大分2区に無所属で立つ。 保守当選する。2002年には、鈴木宗男事件にまつわる、承認関門において、島田建設からの金銭供与は、政治資金規制法に基づいている、モザンビーク共和国洪水災害への、国際緊急援助隊の派遣に、反対や意義を述べことはあり得ない。島田建設株式会社側による、秘書給与の肩代わりの事実関係を承知していないとの、 鈴木宗男の証言を偽証として、議員証言法違反での告発に賛成した。2003年12月より、社会民主党副党首を務めていたが、横道隆弘から熱心に誘いを受け2005年8月に、社民党に離党届を提出。次期衆議院議員選挙に民主党より立候補することを表明した。社民党は10月6日の常任幹事会で、 党と党員の審議に反し、党内に混乱と不信を招いたとして、離党が了承されず除名処分が下った。2003年の第43回衆議院議員総選挙には、大部3区から出馬し、自由民主党の岩谷武氏に敗れるが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、当選。二千五年九月十一日の第十四回衆議院議員総選挙でも再び、 岩屋に、だいぶン区で敗れ、2と連続で、比例復活した。社民党時代は北朝鮮による、拉致問題に関連して、土井貴子や福島みずほ、保坂信と、辻本清春ら所属議員の大半が、北朝鮮寄りのスタンスと対話路線を支持したが、横光は、安倍智子と共に、北朝鮮への経済制裁を主張するなど、対北朝鮮政策では、圧力路線を支持。 また安全保障政策についても日米同盟を基軸とするという方針に一定の支持を表明している。2006年5月23日、国立国会図書館法の一部を改正する法律案を提出した。第166回国会での衆議院、懲罰委員長在任中の2007年6月18日、同じ民主党所属の内山明に対する懲罰事案。 与党提出を指するために委員会を開くかどうかを、同委員会理事会で協議した際、与野党間の議論が不十分である、議員の身分を決めるのは慎重に期すべきだとして、同日の委員会審査はしないことを宣言した。しかし、同委員会の多数は、与党議員であったため、同委員会の理事の一人である、島村義信が委員長代理として、委員会を野党欠席のまま開会。 ここで、横光の委員長としての運営が不当であるとして、不信任動議が出され、与党、自民党、公明党の賛成により議決された、同日、内山の懲罰、党員30日停止処分も議決。国会の常任委員長に対しては、国会法に基づく本会議での解任決議、可決すれば委員長職強制解任と委員会での不信任決議、 問責にとどまり拘束力なしがあり、衆議院で委員長不信任決議が議決されたのは1948年12月22日の上林さん英吉に対する予算委員長不信任決議可決以来で59年ぶりのことであった。本件議決を受け衆議院議長の河野洋平は横光に自主的な辞任を促したが横光はそのまま委員長職にとどまった。 2009年7月、第45回衆議院議員総選挙では、大部3区で岩屋を下し、2003年に選挙区が変更になってから初めて小選挙区で当選した岩屋も、かつての横光同様比例復活。2010年6月、民主党組織委員長に就任。2011年9月5日、野田内閣で環境副大臣に就任。2012年12月、 第46回衆議院議員総選挙では再び岩屋に敗れ、比例九州ブロックでも、赤配率9位で復活ならず、第40回総選挙以来20年近く、守り続けてきた議席を失った。2013年8月、政界引退を表明。今後については、白紙としながらも俳優復帰を示唆していた。2017年10月5日、 第48回衆議院議員総選挙に横光が大部三区から立憲民主党の公認候補として出馬をする意向を固めたことを民進党を置いた県連関係者が明らかにした。すでに後援会組織などは解散しており、人も金もない裸一貫の選挙戦を覚悟したというが以前の支援者の結集に成功し、 最終的に84,133秒を得て、比例90ブロックで復活当選し、国政に復帰した。11月1日同党大義会長に就任。立憲民主党から5年ぶりに立候補した2017年の第48回衆議院議員総選挙の際、毎日新聞が行ったアンケートに、次のように回答している。毎日新聞。 第48回衆院選立憲を置いた三区横光、勝彦、候補者アンケート。その他、特捜最前線には政治関連のエピソードも多く、巨悪の象徴として国会議事堂が映し出されるシーンも多かったため、後年政治家になり、政治家の汚職事件が多いことが悔しいと、インタビューで得ている。呉林刑事のキャラクターについて、 真面目を絵に描いた男と評しているが、横光自身のキャラクターとは全く違うと述べている。スタッフとの飲み会の席で大笑いしていた横光の姿をヒントに、脚本家の長坂秀川、第129話、非常の男、ピエロと呼ばれた男、を執筆している。横光自身、特装で特に印象に残るエピソードとして、第129話を挙げている。 紅林刑事は恋愛関連のエピソードも多く、結婚を考えていた女性が襲われて紅林が自暴自棄になる第404話、殺意を呼ぶダイヤルナンバーのラストシーンの紅林のナレーションは横光の妖精で入れられたものである。特装で共演した藤岡博史は役の上では先輩だが実際は横光の方が年長である。インタビューなどでは 藤岡ちゃんと呼ぶこともある。妻のいとこに自由民主党衆議院議員、佐藤ゆかりがいる。横光克彦名義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 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。